い、魔女の館です。今日は、何かを作るのではなくて、ちょっと教会についてのお話をしたいなというふうに思っています。よく聞かれるんですよね。日本の中でアロマテラピー教会っていろいろ聞くんですけれども、どこがいいんですかとか、どこに入会したらいいんでしょうっていうふうな形なんですけれども、まあ、それについてどこが良くてどこが悪いっていうのはないので、とりあえず特徴について少しお話ししたいなっていうふうに思って、書いてみました。毎回こうアナログで申し訳ないんですけれども、今現在、日本でまあまあ、会員数もあって、有名どころのアロマテラピー協会っていうのは、まあ、一番上の日本アロマ環境協会、これちょっと書き忘れてますけど、公益前に公社って公益社団法人っていうのがつきます。でそれから次が、日本アロマコーディネーター協会ですね。でそれからその次に、ナードアロマテラピー協会っていうのがあります。であと、協会っていう形ではないんですけれども、アロマセラピー学会っていうのもあります。でこれもう本当に昔から、私がアロマの勉強をしようかなと思ったときに、どこにしようって思ったときに、調べたときに出てきたのも大体この4つだったんです。で、その後、5、6年くらい前かな、もうちょっと前かな、教会ビジネスがすごいなんかこう流行って、あっちこっちになんか、ウゴの竹の子のごとく、教会がいっぱい出てきたときがあったじゃないですか。でそのときにアロマ関係の教会も本当にたくさんできたんです。で、わけのわからないのがいっぱい出てきて、でもそれがもうやっぱりこの自然淘汰されてきたっていうんですか、やっぱりその、残るべきところは残り、そうじゃないところは消えていったっていう形なので、まあ、今でも少しいろいろと出てはきますけれども、それほど活動的にどうのこうのっていうのはあんまりないような気がします。ですので、まあ、この4つぐらいをこう比較検討していけばいいのではないかなっていうふうに思いました。で、ですね、うちはスクールをやっていて、この1番目の AEAJ ですね、日本アロマ環境協会と、それから3つ目のナードアロマテラピー協会の認定校をやってますの で私もその、2つの方では資格を取って教えてますので、なのでその2つについては結構詳しく お伝えすることができます。ただ真ん中というか2番目かの、日本アロマコーディネーター協会についてはよく詳しくはないです。で、まあ、ちょっと知ってる人に少し聞いたとかいう程度です。ですので、あとそれからですね、アロマセラピー学会でもちょっと特別なところで、ここはもう医療従事者の方ですね、いわゆるその医師、看護師、それから薬剤師、鍼灸師とか、いわゆる国家資格系の医療系の方、まあ、その資格を持っていないと入会できないというところですので、当然私はそういう資格を持っていませんから、そこに入会することができないので、なのでそれもよく中のことはよく分かりません。で、特徴ですけれども、まあ、比較していくと、大体ね、できたのはみんな同じぐらいなんですよね。1990年代の、阪神・淡路大震災が起きた時、確か1995年だったと思うんですけれども、それ以降、なんか癒しがすごく求められるようになって、なのでそこら辺からなんかこうどんどんそれができてきたっていうので、一番最初にできたのがその同じ阪神淡路大震災の1995年に立ち上がったのが日本アロマコーディネーター協会です。でその翌年1996年にできたのが日本アロマ環境協会、今環境協会という名前になってますけれども、その時は日本アロマテラピー協会というものでした。でそれから次1998年ですね、その2年後今度、ナードアロマテラピー協会っていうのが、できましたね。なので大体そのあたりです。で日本にアロマテラピーっていう言葉が入ってきたのは大体その10年ぐらいの1985年だったと思うんですけれども、イギリスのロバート・ティスランドっていう方が書いた本、アロマテラピーに関する本が、日本語で翻訳されまして、でそこからそのアロマテラピーという言葉が日本に入ってきた状態です。でそれでどんどん、まあ、少しずつ広まっていって、で最終的に、まあ、そういうような協会というのができたのではないかなと思っています。で今現在ですね、会員数が一番多いのはやっぱり日本アロマ環境協会ですね。まあ、宣伝も前ですしね。なので今5万2、3千人ぐらいいるんじゃないかなというふうに思います。で次のコーディネーター協会なんですけれども、これはねどちらかというと通信教育をされてるんですよ。で私もこのアロマの勉強する前に何回かお電話いただいて、でこういうようなことができるんですけど、どうですかみたいな形だったので、なので地方の方ですね、いなかったかもしれないんですけど、地方の方に割とスクールとかも多いです。なのでまあそれで会員も2万人ぐらいいるようです。で、
もちろんそのスクールでもやってますし、そうやってあの自宅で通信講座という形で勉強することもできるので、まあ、あのお子様がいらっしゃって忙しくてなかなか外に出ることはできないとかいうか、お仕事、昼間お仕事なのでなんか夜にしかできないとかいうような方には非常に向いているのではないかなというふうに思います。で、ナールアロマテラピー協会というのはね、ちょっとあの非常にあの私の感じですよ、これ今喋ってるの全部私の感覚なので、なのであの独断と偏見で言ってますから、あのいろいろ疲れると困るんですけれども、あのナールアロマテラピー協会ではお堅いなっていうのが印象ですね。ただお堅いからこそ安心のような気もします。あのメディカルアロマテラピーについてはまたちょっとこれは 別項目でお話したいなと思ってるんですけれども、あのそのやっぱりその精油の作用とかそういうのをある程度こう重要視したときに、やっぱりあの危険な精油っていうのかな、あの危険っていうのはおかしいんですけど、使い方を間違うと大変なことになるよっていうの精油とかもあるんですよ。なのでそういったところをきちんとこういうふうにして使えば絶対いいし、それなりの作用もありますよっていうようなことを教えてくれるのはナードの方です。なのであのそういったところに特化して、特に精油 の成分なんかを勉強していきたいなという方は、ナードをおすすめします。ですので、会員数は、まあ、1万いってない8000か9000ぐらいじゃないかなというふうに思っています。で、セラピー学会の方は、私は全く分かりません。どれぐらいの会員がいらっしゃるのかというのもよく分からないですけど、まあ、結構多いみたいですね、あの幹事からすると。あの教会には入れないんですけれども、あの結構セミナーなんかをやってらっしゃって、でセミナーなんかは一般でも私たちも受けることができるの で、そういうのを聞きに行くとね、割とあのたくさんの方が集まっていらっしゃるので、なので多いのではないかなというふうに思っています。であとですね、あの、特徴的なこととしてはアロマテラピーに対する考え方ですね。で、まあ、あのテキストを見るとアロマテラピーの定義とかっていうのが書いてあるんですけれども、あの日本アロマ環境協会の定義は何かというと、精油を使ってで、美と健康に役立てる自然療法です。なので精油です、精油を使って。で、ナードの方は精油だけではなくて、精油とかそれから植物油、それからハーブウォーターなんかを使ってやる、まあ健康管理、そしておよびその、まあ、自然療法というふうに定義しています。なので、環境協会の方は精油だけでなんですけれども、あのナードの方、ナードアロマテラピー協会の方は植物全体から取れる、まあ、精油もそうだし、それから植物油もそうだし、それからハーブウォーターもそうだしみたいな感じで、それを全部使ってやっていきましょうねっていうのがその考え方ですね。で、あのセラピー学会の方はもうこれは、何度も言いますよね、医療従事者の方がやってらっしゃるので、なのでアロマでアロマテラピーを、まあ、医療の中で、まあ、正しく使っていくにはどういうふうな形で使っていったらいいのかっていうような形なので、これが完璧メディカルアロマテラピーなんですよね。なので、そういうふうな形で、やっています。なので、自分が今何をしたいのかなって、ざっとなんかアロマって何ってちょっと簡単なことを勉強したいなっていうのだったら、もうあの一番上 の環境協会のそれも検定一級試験を受けられるといいと思います。であの検定一級試験っていうのは、年に2回行われていて、次回は、ね、直近だと11月ですね、11月の頭だったと思います。であのその会場に行かなければいけないっていうのがあったんですけれども、なんと今年はあのこのアロマじゃない、コロナの影響で、あの自宅でのインターネット受験になりました。ということは、まあ、あの不正はしてはいけませんけどね、試験ではね。でも、まあ、ある意味ラッキーかなっていう気がしないでもないです。で、ちょっと言い忘れましたけれども、協会に入るには必ず入会金っていうのがあったりとか年会費っていうのがありますよね。で、あのここの協会はアロマ環境協会は、入会金が1万円で年会費が1万2000円です。で、ナードアロマテラピー協会は入会金は不要です。で、年会費は、前8000円だったんですけど、確か今1万2000円値上がりしてると思います。で、コーディネーター協会の方も多分いると思うんですけれども、あのちょっと私はそこはいくらいるのかはちょっと分からないですというような状況なんですけれども、このアロマ環境協会の検定1級っていうのは入会しなくても受験できるんですね。ですので、あのとりあえず受験料だけを払えばいいっていう形になります。まあ、もちろんあの公式テキストで勉強しなきゃいけないのでテキストは必要ですけれども、それであのその検定1級に合格した後も別に入会、まあ、どうぞ入会してくださいねっていうお誘いの、お便りが来るんですけれども、別に入会する義務はないんです。
なので、ずっとその検定1級のまんまでいらっしゃる方もたくさんいます。でこれはね、修士資格ですのでね、なので検定1級に合格したら履歴書に、にもあるも環境協会検定1級保持みたいな形で書くことができる資格ですので、なので、ざーっとね、アロマテラピー本当に勉強したいなって、ちょっとだけ勉強したいな、どんなのかなっていうのに見るには、一番いいかなっていうふうに思います。だってアロマいいなと思って勉強したしても、いや、 やっぱり嫌いだわっていうふうになることもあるじゃないですか。その時になんか高い入会金払って、で年会金払って、でもやっぱりやりたくないっていうのではちょっとねもったいないので、なので、まあ、検定1級の勉強をざっとしてみて、でそれで良ければ、まあ、もっと深く勉強したらいいかなというふうに思います。で、私自身も検定1級というのは独学でやりましたので、全然スクールに行く必要ないと思いますが、ただ独学でやると作っていくそのアロマテラピーって理論だけじゃなくて、やっぱり実践が一番大事だと思うんですよ。なのでそれじゃなかったら健康管理にも、美と健康にもならないわけですから、なのでその作り方っていうのはやっぱり一人ではなかなか難しいので、なのでそういうのはちょっとそういうふうな、アロマテラピーのところで教えてもらったりとかっていうのは必要かなっていうふうに思ってますけれども、でもとりあえずそこはスルーして勉強だけだったらこの検定1級のテキストでやればいいかなっていうふうに思ってます。でやるのはね、やり方はね、その検定1級とかいろんなところで、まあ、アロマの作り方っていうのをやってるので、それを私はここの動画で、皆さんに知っていただきたいなと思ってやってるわけなので、まあ、それを見よう見まねで作っていただければ全然そのスキルも身につくと思います。でその試験に関しては11月ですので、まあ、9月の終わりから10月ぐらいにこの動画でまたね、検定試験でこんな感じですよっていうような形を2、3回配信していきたいなっていうふうに思ってますので、またそれを参考にお勉強していただければと思います。環境協会の宣伝みたいになっちゃったんですが、別に私は環境協会が一番この4つの形が一番いいと言ってるわけではないです。それぞれに特徴があるっていう形ですね。で、もう一つちょっと深くいきますと、私は両方やってみて思ったんですけれども、環境協会の方はそのアロマテラピーに関しては検定1級の勉強しているときは本当にアロマのことをいろいろと知って楽しいんですけれども、次のインストラクター試験の勉強の方になってくると、まあ、最初のうちアロマのことをやるんですけれども、途中からでもこれ解剖生理学で何の勉強してるのみたいな感じになってきます。でもちろんそのアロマテラピーっていうのはその健康療法です、健康管理とか健康療法ですから、なので体のことが分かってなければいけないから、当然解剖生理学というのは必要になってくるんですけど、結構ね、やります。っていうのも全般ではなくて、セラピストになろうと思ったら全部やらなければいけないんですけれども、インストラクターの場合は、まあ、アロマテラピーに関係している、免疫と、それから神経と内分泌、ホルモン系ですね、というその3つに特化して勉強するんですけれども、まあ、やりだしたら結構面白いです。みんななんか最初気嫌いしちゃうんですけど、やりだすとても面白いです。でそういうのが重視される、形ですね。でそれに比して、内蔵アロマテラピー協会の方はどちらかというと化学にをすごくなんかこうフォーカスしてますね。生理の中に含まれている化学成分であったりとか、そういうものをすごく深く勉強するので、なので分子構造とか、そういった化学系、結構なんか女性苦手な方が多いんですけれども、そちらの方を重視して、もちろん解剖生理学もやりますけれども、化学重視です。ですのでアロマ環境学も当然生理の時に化学やりますよ。ただその、重きの置き方がちょっと違うかなっていう気がして、で環境協会ので勉強した人は基本的に解剖生理学に強いです。でナードアロマテラピー協会で勉強した人はどっちかというと化学に強いっていうのがありますね。なのでどちらがいいのではなくて、私はこれからはダブルスタンダードだと思います。両方必要かなというふうに思います。結構2つを融合させて、で自分の中で自分なりのアロマテラピーを作っていくのがいいのではないかなというふうに思います。そういった形でね、各協会の特徴っていうのをお話ししてきたんですけれども、まあ、それで、まあ、自分は今何をしたいのかなっていうふうなことを考えて、でやっていかれたらいいのではないかなというふうに思います。でもしこれで検定1級ちょっと挑戦してみたいなって思われた方は、申し込みがねすごく早いんですよ。もうすでに今現段階で申し込み受験申し込み始まっています。で結構ギリギリになってもう1ヶ月ぐらい前になって、うちなんかでもスクールをやってると検定1級の試験が受けたいので勉強したいんですって来られる生徒さんが、まあ、過去にも何人もいらっしゃったんですけど、もうその時点でね受験申し込みがね締め切ってしまってるっていうことが非常に何回もありました。ですのでちょっと考えてらっしゃる方は今早々に申し込みをされたらいいかなというふうに思います。
でまたいろんなことで、わからないこととか、それからこの教会はどうなのとか、他のここの4つ以外の教会でもね、どうなんですかとかっていうふうな疑問点があったりとかしたら、まあ、そのコメントの方から、いただいてもいいですし、うちのホームページの方のメールでもいいですし、お電話でもいいですし、聞いていただければ私の分かる範囲でお答えしたいと思いますので、ぜひぜひね、何らかの形でアロマテラピーに興味を持っていただいて、まあ、一人でもそういうものを利用してね、いい、暮らしができるようになっていただければいいかなというふうに思っています。どうも今日はありがとうございました。